皆さんこんにちは、絶賛発売中 AGA メカニクス19特集機動戦士ゼータガンダム外伝アドバンスオブゼータ、ティターンズの旗のもとに発売記念番組の最後の締めはですね、この AGA メカニクスに掲載されている作例をこれずらっとこう並べましたけれども、視聴者の皆さんと一緒にじっくり見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずはブロンディさんの、ブロンディボイスさんの、キハール2からいきましょうか。はい、こちらですね、運動とか中に入ってるんですけど、うん、はい、ブロンディさんの塗装がすごくこう清潔感あるグラデーションで非常に綺麗にまとめていただいてます。はい、劇中では劇中の紙面では変形状態もしてますけど、うん、はい、ちょうどガンダムとかをかぶさってるんですよね。赤いところとかも綺麗に塗り込まれていて、いや、なんか面白いデザインですよね。ね、すごいですよね。本当独自のラインだよね。フロントのアーマーがパカッと半分に割れてスタビライザーになるっていうのもすごいですよね。はい、次はリッカさんの、フライルーですね。これはティターンズカラーで、はい、塗ってもらってます。これシールドバインダーはですね、スクラッチしとるんですね。そうなんだ。そう、まあ確かに、藤岡さんが描くバインダーとちょっと違うんですよね、デザインが。なんでそこを徹底的に再現してみましたというものになりますけれども、それ以外は結構ね、基本のまま、はい、ご紹介しております。はい、でもキャプラのキットってね、あの当時にしてはいいキットですよね。非常にいいキットですね。あのゼータあたり3点ぐらいよくできてるよね。あの変形モビルスーツ、ね、はい、アッシュマーとかがね、ガンダムヘッド嬉しいっすよね。こんなに決まるっていうかマッチするとは思わなかったよね。なんかこれのためにプレバン買っちゃいました。買っちゃいますね。次ファーさんのヘイズルですね。サブアームユニットが、装着されています。やっぱさすがファーさんのシャープですね。そうですね、いいですね。はい、あとグレーを差し色でちょっと入れたりとかね、あとめちゃめちゃ靴変わってますから。確かに、はい、まあ、靴どころかね、頭身も変わってます、ね、そうですね、そうだね、はい、まあでもサブアームユニットをつけるんだったらこれぐらい足を延長した方が確かにバランスはいいかもしれないですね。隠れちゃうからね。はい、思います。はい、次夏木浜中庵さんの、運動ボット、変形した状態で珍しいんで、ちょっとモビルアーマー形態にしてみました。こんな感じなんですよ。いや、でもこれプラモになって初めてなんかこういう構造だったんだって。そう、立体資料ね。そうですよね、そうですよね、分かるっていう。イラストで見てもね、ピンとこないんですよ ね。変形させてみて、ああこういうことかってちょっと思いました。まあ、それ再現するのってキットすごいですよね。このキットは絶対、ね、あれいろんな意味で買っといた方がいいですよ ね。これは驚きますよ、このキット。はい、次ピロボンさんの運動ボットですね。ハンドをちょっと変えたりとかしてますけども、あとはシャープ化を、行っていると。まあ、あと差し色とかね、デカールをきれいに仕上げてもらっています。ピロボさん、なんかクリーンフィニッシュ珍しいんですよね。そう、ウェザリングかけるね、塗装がないんですよ。でも考えてみると今回これ見てて、汚してる人いないね。そうですね、いないですね。そうだから直樹がどう出てくるかって思ってた、割と。いや、どう見ても直樹がこれだろっていうのは思ってたから。じゃあこれ後で話しましょう。はい、ここじゃない。はい、じゃあ次ですね、西さんのこれが AOG だよね。いや、ちょっとね、さっきもちょっと言いましたけど、だいぶキットからバランス変わってますよね。変わってますね。これはね、西さん僕一択だったんですよ。頼むんだったら西さんで、やりますよって言う。お、本当ですか、じゃあブースターもつけますねって思ってました。でもちょっと内情話だけど、模型師の編集者ってこの人にだったらこれ作ったらこういう化け方するなっていう時点で、もうそれが仕事だもんね。まあそうですね、それはあります、ね。そこの読みがやっぱり今回は本当に当たってるというか、モデルさんの作りたいはもちろんあるんですけども、やっぱり適材適所って僕は、考えてます。シャープですよね。いいですね。すごい。次はヤギュさんのジムカスタムがベースになってしかもスネは大改造して複製して2個揃えるというレジンになってます。
あとね、あのさっき言わなかったんですけども、うん、黄色の部分がメタリックイエローになってるんですよ。ああ黄色なんですよ。あ、本当だ。あ、そっかそっか、はい、やっぱ本だとね、なかなかメタリックって分かりづらいからね、うん、でこれは藤岡さん の, あのイラストが結構金っぽくないですかって話があって、なるほどなるほど、あ確かにね、グロスの金っぽいよねっていうことで、うん、今回金にしてもらってました。なるほどね、面白い。これでもありですよね、うん、なんか、そうかって感じになりますね、うん、そう、説得力というか納得力あるね、うん、うん、思いました、はい、なるほどね、はい、今度真似 してみようかなと思ってます、ね、はい、次がプーさんの、ヘーゼル2号機、うん、腕がもう丸々違います。これガンダム 2.0 かな、それかやっぱゲーワンじゃない、前腕をね、うん、なんとかしないとって感じで、そうなんですよね、そうですね、そうなんですよね、どうしてもマーク2のフレーム入ってますからね、うん、そこが、はい、まあえらい変えました ね、うん、結構なんかこんな感じでいいとかってよく LINE 来てましたよ。あ、本当に僕にも LINE でポンポンと写真よく来てました、うん、で、チョウちゃんのヘーゼル1ですね。いややっぱこれはかっこいいな、ね、自分でやりたいな。いやー、機会があったら、うん、ね、なんかカラーリングも相まってちょっと悪者っぽいのがいいですよね、うん、ティターンズの悪いやつみたいな雰囲気が逆にかっこいいっていうね、うん、面構えいいですもん ね、なんかね、またこの装備がね、うん、そう、ダブルシールドが ねかっこいいんですよ、シールドブースターがね、シールドブースターもあれですもんね、当時描いたイラストからどんどん形変わりましたもんね。俺最初作った時はこんなエッジ入ってトゥルンとしたので、そのまま作ってクリーンアップ上がってきたら面が入ってるから、すんげえ言われたんだろう、うん、いやだって知らないもん。そう、僕もだからラフから見てたから、うん、あのこんなにシャープになると思わなかった。俺絵の通り作ったんだけど。めっちゃでもかっこいいですよね、シールドブースター。いやーねー、うん、だからこのあのほら赤い丸、あと横の縦長のスリットとか、これもだから後からどんどんね、そう、追加されていきましたから、ね、あと一応ね、これあの作例ではシールドブースター3つ作ってもらって、うん、あの高速移動形態、はい、ここを持つやつね、そう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 、ね、レイジェルを助けるシーンです、うん、マーフィーたちを、うんうん、まあ、これストーリー読んでもらうとね、あの高速移動形態がめっちゃかっこよく見えますね。まあでもこれあの成形の話ですけど、この横のスリット入れようと思うと、うん、あの別パーツにしないといけないじゃないですか。そうなんですよね、抜き方向的に。そう、うん、でもこの黄色いラインが入ると可能ですよね。ああ、そうそう、そこで分割できるからね、うん、そうなんだよな、この穴開けられないんだよ ね、そう、これ一個一個長ちゃん穴開けたんだよな。これ言ったのだから、うん、ああ、これはマストだよ、うん、俺もリュウちゃんもこれやったんだな。しかもシールドブースター3つあるっていうね。地獄だ。指の皮を剥けるわ、2枚ずで。不正してないんだ。そう。してない、してない。3つちゃんとね、セットで10つあげた。ストロングスタイルで、これ。そう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 。ストロングスタイルでアナログスタイルね。うん、なんか聞かなきゃよかった。知らなかった方が。いや、よく頑張りました、今日は。はい。あの、あれなんですよ。これとね、あの、これだいぶ早めに作ってたんですけど、うん、その後ね、あの本誌の特集で医療を使って、ね、結構ストロングスタイル2つだったんですよね。いや、もうこれ言ってもいいと思うんですけど、うん、長ちゃんに相談を受けてる時に、うん、僕、チョババアームも作ってるっていうか、やめとけっつって、死ぬからって、うん、いやでもね、本体に集中しなっつって、うん、チョババアーム欲しいんだよ。欲しいね。ね、欲しい。でも、あれで、そこまでやってたらこの方にはいかなかったよ。そうなんですよ。あの年末年始のあのみんながあれも全部見て育ってたから、ね、胴体合わないんですよ、ね、あのアレックスの合わないんですよ。 そう、うん、それも知ってるからさ、ちょっと持ち見しなきゃいけなくて、うん、あれが大変なんですよね。そんなに着せ替え簡単じゃないですか。まあでも1号機作る機会があったらやっぱあれも込みでね、着脱式でね、欲しいですね。なんかあれの印象やっぱ強いじゃないですか、うん、最初のイラスト僕たち見たのがあれだったんですね。じゃあ次直樹さんの、はい、はい、映像回ですね。です、安心のクオリティだね、うん、いや、今回思ったけど、うん、誰も汚してないね。うん、うん、まあやっぱそういうイメージがないですよね。うん、だからそこら辺もあって、だからいや直樹が表紙やるであろうっていうのは当然予想してたから、うん、直樹だからどうしてくるかなって思ってて、まあなんかそこはあんまり無理に、うん、
そういうことしたくないので、ね、イメージ合わせたいので、うんうんうん、めっちゃシャープですね。目のやっぱ生命はかなりやってるんですか。まあ、そうですね、基本的にはそうで、なんか、うん、まあ、記事にも書いたんですけど、うん、なんかこの時のキットってなんか変なちっちゃい生命入ってるんですよね。入ってますね、うん、はい、でまあ、設定画にもちょっと入ってたりするんですけど、うんうん、なんかそれが逆にね、こうシャープさを損なう、損なって見えるようなやったりするんで、うん、このアングルかっこいいですね。あんまり見ないアングルですよね。スネとかめっちゃシャープですよね。一回ね、そのシーメンはちっちゃいシーメンはなくして、うん、すごいなしましたね。未だに筋彫りってあれですか、うん、デザインナイフの V 字ですか。うん、基本的にはマジで、うん、まあその後高値でとか、高値でこう掘ってる、うん、しますけど、それにしてもこれホビー業界の七不思議の一つですよ。これを V 字で掘ってるっていうね。この間動画で上げましたよ。ありました、うん、信じられない。結局は自分のやりがいたやり方が一番ってことになっちゃうんだよね。まあ、そうなんですね。いまいちあれですね、僕も高値にし、うん、を全幅の信頼を置いてないです。自分下手くそなんで、高値がビッて歪んじゃう怖さとかね、はいはいはい、なんか危険なこう感じがして、うん、なかなか高値を全幅の信頼を置けないんですよ。結局デザインナイフだとこの長さ、刃の長さだけで確実に直線を約束してくれるから、そうなんですよ。まあコントロールしやすいっていうのがありますよね。高値を掘る人って尊敬しちゃうっす。うまいなと思って。すごいよ、やっぱ切ると毛学の違いだからね。まあ、特に、まあ、これはあれなんですけど、うん、その最近のガンプラ、その KPS だったりとか、ちょっとその柔らかい素材とか多いじゃないですか、うん、そうするとああいうこう高値とかで引っかく系はやっぱちょっと弱いですね、うん、弱いですね、うん、そうか、そういう意味ではデザインナイフ、そうそう、切る方が綺麗に入ったりするので、っていうのもあります、うん、いや素晴らしい、顔もイケメンですね。マスターグレードのヘイズルってイケメンですよね。うん、結構ね。ちょっとマスクはいじって、マスクっていうかこの、ヘルメットはいじってるんですけど、うん、マスクは基本的に、うん、目ちょっとちっちゃくしたかな、はい、うん。イケメンですね。うん、でも MG のね、そのキット出た時、うん、おおってなりましたよね。なりましたよね。うん、結構藤岡さんのイラストの、ね、そう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 、再現度高いですよね。うん、ヘイズルの顔だってなりましたよ、うん。マスクのここの四角とか、うん、かなり忠実ですもんね。うんうん、ちょうどだからあっちの雑誌がなくなったタイミングだったから、うん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 、あのタイミングだったら絶対俺仕事でやってたね、そういうところでちょうど桜やらなくなったタイミングだったからさ、顔かなりイケメンなんですよね。かっこいいですよね。かっこいい。パチウンでもいないから全然知らなかった。ああ、そうか。あのでもね、絵にすげえ似てる、うん、あれ再販したら、僕もう全部出しちゃったんで、今回作品で、ね、自分のキット再販されたら買おうかなと思ってます。俺も買おう、これ見せたら欲しくな ない作りたくなっちゃった。結構でも AOD シリーズ、定期的に、定期的にやってますね、はい、あと、直樹さんのこれが欲しい。お結構俺複製した。お俺のヘイズル会。まあ、そう言っていただけるんだと嬉しいですよ、ね、嬉しいです。では次、野田さんのアドバンスのヘイズルですね。こいつ下駄履いてるんでね、ちょっと一回りでかくなってますけど、このキットもあれなんですよ、お得なんですね。サブアームユニットついてるし、ね、シールドブースターも2個ついてるし、はい、ね、シールドブースターこの付け方もやっぱ特徴だよね。そうですね、本当発明品だね、シールドブースター。そうで、これがギャプラーにつながるってよく考えたよね。よく考えましたよね。いわゆる推進機付きのシールドっていうね、うん、かっこいいなっていう。そう思うと僕たちが全部100言ってるわけじゃなくて、うん、もう下手したら 3,4 ぐらいしか言ってないものを多分20ぐらいに膨らますんですよね、藤岡さんって。あと、すごい顔もね、うん、いいっすよね。そう、これセンサー開くんですよ ね、開くと物合い、そう、物合いが出てくるっていうね、かっこいい。あと肩のこれは多目的ラッチっていうね、はいはいはい、そのホールディングアームにもなるし、武器もつけられるっていうね、このアイデアもいいですよね。スモークディスチャージャーとか、そう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 、ね、HG でつけましたよね。やっぱこの肩のこことここがね、
象徴だよね。そうですね。センサーもね、うん、なんかもうあえてツインアイを潰すっていうのはね、うん、なんかいいっすよね。すごいかっこいいっすね。英断だよね。只野さんのフライングですね。はい、ちょっとギガンティックアームは重いので外してますけれども、うん、フライングもかっこいいっすよね。かっこいいっす、うん、今回ちょっと写真載せなかったんです。あの肩 の, あのフライフルドド、うん、あれあのアームユニットもなってるので、うん、あのあそこパカッと開いてね、あそこにライフルつけられるんですよね。ほんと不思議だね。このダークブルーと白ってこんなに絡むんだからね、うん、ねえ、うん、ギャプラのイメージこんなに変わるんですよ ね、うん、これね、当初の時もギャプランは緑色じゃなくてやっぱりティターンズカラーが見たいって企画に書いた覚えがあります、ね、ああなるほど。ガブスレー、ギャプラン、うん、まあ一番最初一番はハイザクだったんですけど、うんうんうん、あの多分この辺はねのティターンズカラー、ティターンズカラーと、うんうん、あとマーク2カラーみたいなことが書いた覚えがありますね、はい、企画書に。いや本当色的に合うわーと思うね、うん、かっこいい、あと顔かっこいい、ガンダムフェイスかっこいい、この顔欲しいなで次が、はい、ガーさんのアウスランですね。これもちょっとあのサブアームユニットがでっかいので、あギガンティックアームでっかいのでちょっと外してますけれども、うん、はい、なんかこの胴体がプリムローズになると、なんかめちゃくちゃバランス良くなるんですよ、そうですね、うん、後ろ羽ついてるんですかね、すごいな。HG イケメンですよ。うん、いい顔してるね。そうなんですよね、うん。HG もいい顔してるんですよね。そう。HG いいキットですよね、うん。あと太ももがね、横ロール作るのがあ。ああ。これごめんなさい、これ違う。これはそのままか。はい。で、カインさんの。ごめんなさい、胸のね、あのブレードアンテナがちょっと取れてしまってきて申し訳ないんですけど、はい、本当はついてます、サブレも、はい。フェイスも全然違うんですよね。うん、これ当時あれだったな、いきなりこのフェイスになってびっくりしたな。ね、中村さん大変だったろうね、昨年、ね、うん、これ胸見てもらうと、うん、あれなんですよね、配膳スレーツーラーの胸なんですよね、はいはいはい、これの撮影やってる時に横で僕ストライクドッグ撮ってたんですよね、うん、あ、そうそうですね、うん、で腰がね、これはサバームユニットが実はウンドボートなんですよね。これもよくキット化したよな、ね、これこんな出てんだねって本当思うわ、うん、だから出たんです。そう、今回この特集やるっていうんでちょっと調べたら、もういつの間にかこんなにいいと思って、うん、そうなんですよ。これもね、非常にいいキットですね。再販されたら持ってなかったらね、これ買っといた方がいいですよ、うんうん、あのヘイゼルのバージョンアップにもでなるしね、まあ、そうですね、うん、あとこのコンポジットシールドブースターもこれ完全新規になってます、うんうん、で、ロゼットダンディライアのコアですね、うん、まあ確かにだいぶ違うよ、ね、そうね、だいぶ違う、ね、記号がマラサイなだけでね、あとね、あのさっき言ってたパイプを埋めてます、うんうん、これはやっぱ AOG の一つの特徴ですよね。そうですね、うん、はい、なんかあのクシュクシュ系でもなくて、うん、シーリング系でもなくて、そうですね、うん、なんかこう、はい、アルミ線曲げたような、そういう感じね、うんうん、キット自体がやっぱマラサイぐらいがちょっと弾けてた時期ですね。そうですね。アッシマ、マラサイあたりね、うんうん。あのハンドが、そうそうそう。あ、そうですね。そうですね。うん。ついてる手首がとんでもないことになりだしちゃったんだよね、あのぐらいから。そう。で、松尾さんのバイザック。松尾さんはここから多分バイザックビグイグを作る。ね。A、ビグイグを作ると。これは一体 何センチになるのか、ちょうどこのテーブルに乗るぐらいちょうどいいんじゃないですか、乗りますね、はい、これ普通のハイザックから作れって言ったら割と地獄ですよね。地獄だったね、やったよ、地獄だったね。 ね、でもだいぶ違ったね、すいませんでした、松尾さん、だいぶ違いましたね。いや、全部分かった上ですよ、背中とかね、うん、丸々違うし、ね、そう、このダメージを引きずって5月号に突入するっていうね、松尾さんね。そうなんだ、ダグラムのハングライダー装備を作る、だいぶダメージを満身創痍で作って、満身創痍で作ってました、ご苦労様でした。で、小島さんのこの2つですね、今回小島さんは割とこうこじんまりした感じで、いつもね、ジオラマでドーンと、今回はちょっとあっさりめに
次以降も控えてたのでちょっとあっさりめにお願いしました。あでもいいキットだな。あこれ作りたいな。家にしまってるの出そうかな、飾ろうかな。ね。うん、あの時作ったやつ。なんかね、当時の付録がまだ何セットか。あ、そんな買ったのありますよね。はい。僕一節ずつしかもなかったっす。あの本丸々入ってました、持ってました4号の。あと当時あれなんですよ、レイチェルのフィギュアつ ありましたね。佐藤さん限定、佐藤さんのやつ。そう、うん、今回使おうかと思ったんだけど、うん、グッと踏み取るの、これはタチさんの付録だからと思って確かに、ね、グッとこらえました。レイチェル欲しいなと思ったんだけど、ありましたね。そうか、オーバーダード原型だ。そうそうなんですよ。そうグッとこらえました。くそ、これトライブがの、ね、シーズンの高速軌道型の汚れを置いたらかっこいいねえなと思ってね、思ったんだけど、彼女が乗ったのは唯一あそこですからね。ね。うん。ありましたね。あの時、レイチェルみんな好きでしたよね。うん、あの、ホビジャパンっていうのは、電気系の編集部みんな好きでしたよね。またね、ヒロシさんの造形が合うんで。そう、ね。ちょっとこうね、ちょっとこう脱いだ感じのね。うん、そうそうそう、まあいいキットでした。どっかのレジン版あるかな、うちに。あります。うん。はあ、なんかね、あのキャラクターもフィギュア画像したいですけどね、うん、マーフィー。あの、T3 チームね、うん、はいはい、マーフィー招待だけでもね、うん、ちょっと入れたいですね。まあ、特徴ありますからね。うん。ずらりとなりましたけども。いや、毎回ここに来ると、この一つの作、一冊分の作例、全部見れるっていうのは、これが役得なんだけど、いや、なんかね、それ以上になんか感慨深いものがあるね。本当に、昔話しに来ただけみたいなね。そうですよ。でも今回あの、めっちゃ色が揃ってますよね。さすがに。みんな分かってるよね。うん、なんかいつもこう、ほら、並ぶと、色すごい、ね、そう、あのガチャガチャするじゃないですか。うん、ボトムズの時なんか、本当に個性があってね、そうそう、みんな違う緑作るんだね、なんつってたけど。まあ、クリーンフィニッシュってやはりそれ難しいんでね、よく皆さん頑張ってくださったなと思いますけど、だって汚さないでって指示は出してないでしょ。出してないです、うん、だけどやっぱみんな分かってる。そう、ものによってはクリーンフィニッシュっていうのは分かってますよねって話しましたけど、うん、だってやっぱさすがに配線スレッズ側を汚せないじゃないですかちょっとね、だってこいつ出撃機会ないので、うん、そう思うとね、うん、皆さん分かってくださったなと思います。まあ、あんまりね、そのタイトル自体あんまりこう、うん、汚れてるイメージがないので、そうですね、うん、当時の作例もウェザリング1個もなかったですからね。うん、あれだからジョン君残党やるときかな。まあそうですね、ね、そうですね、うん、思い出深い、思い出深い、うん、はい。まあこれ終わったらね、ちょっと一杯やりながらその辺の話もそうですね、しましょうかね。ちょびっとぐらいか。ちょびっと、じゃあちょびっと、はい、ちょびっと、うん、はい、ありがとうございます。まあ今度ね、何かの機会でいろいろこう、いろんな事情が許せばね、うん、こう飲みながら、うん、そうですね、そういう話をね、そうですね、もっと面白いと思うんですけど ね、できればいいと思いますけれども、はい。まあ、今回は、まあ、メカニクス19のプロモーションということもありますので、ね、はい、はい、配信はここまでとさせていただければというふうに思います。はい、お二人とも本日はお越しいただきありがとうございます。ありがとうございました。はい、お招きいただきありがとうございます。お二人なんかご案内、あのお知らせとかございますか。あ、直樹さんはね、いっぱいあるやんね。おう、うん、まあ、そうですね、いっぱいありすぎてどうしようって感じなんですけど、うん、はい、こう一発目あれだね、ここであれです、まあ、お知らせなんであれですけど、チタノマキアがね、うん、そうですね、いよいよ、はい、本格始動ということで、今モデロイドの方が絶賛予約受付中なので、はい、で、4月にはことぶき屋さんの、うん、ストラトハウンドが発売になります。はい、あのホビジャパンでは作例堂もかけて、スタッフハンドはもう仕込み中、はいはい、楽しみです、はい、行いますので、はい、ぜひお楽しみにしてください。桜井さんは、ね、うん、ちょっと変な話なんですけど、うん、YouTube でブラックホールチャンネルってご存知です、うん、あの映画の、深掘り、討論、うん、聞いたことありますやってるんですけど、はい、今度そちらの方に私出ることになりまして、はい、でもあのその番組柳下喜一郎さん、高橋良樹さん、テラサホークさんの3人でやられてるんですけど、実はその高橋良樹さんとテラサホークさんがプラモ好きで、今度ブラックホールプラモ部っていうのを作るんだけど桜井さんちょっと出てくんないっていうのを、いただいたので、はい、プラモ会なんですか。そう、プラモトークだったり、2人の作ったプラモをこう公表したり、映画にまつわるもうやるし、はっきり言うとテラサホークさんはボトムズずっとになっ
そっちの、まあ、吉木さんは、戦車、で2人とも35分の1の作ってるから、ちょっと面白い。並べたら面白い。分かんないんだけどね、やっぱりいろんなところに模型好き、模型ファンが広がってくれるっていうのはあれだと思うから、その映画好きの人にもね、映画のプラモンいっぱい出てるじゃない今、だからそんなんでね、ちょっと橋渡しになれればと思って、はい、私ちょっと今度出ることになりました、はい、またどっかであのお知らせすると思うんで、よかったらちょっと見て応援してください、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございます、よろしければチャンネル登録、いいねボタン、ぜひともお願いいたします。短い時間でしたけれども、あっという間でしたね、はい、いやー、はい、今回は特にですね、はい、なんかね、思い出話も織り交ぜながらと思いますが、はい、皆さんぜひアドバンスオブゼータ引き続きあのお願いできればと思いますし、あの電撃ホビーウェブの方もぜひご覧いただければと、僕らもう毎週見てますけど、更新されて見てますけどもあの楽しみいただければというふうに思います。それでは皆さん本日ありがとうございました。またお会いできる日を。さよなら、バイバイ。バイバイ。